信したときに不都合がたくさん出てくるんですよ。ここで十分にこう温度をかけてくっつけていかないと、刀の格好したときにその不都合がこう割れてきたりとか。長さ的にはこの段階で、長さもだから、寸法もあそこにある真四角な状態で決まってるんですよね。であとは叩いて幅と寸法はこのぐらい出るだろうと。